皆さん、今日もご飯が美味しいですか？今日も誰かと話していますか？今日も笑いましたか？私はあなたに会えてよかった。さあ、源さんごくちゃんの一日一生ショータイム始まります。一緒に話しましょう。いっぱいようね、証明すんねん。布団代1万円とんねん。仕事はこの人らがプロやねん。なんか舐めるように、舐めるように飲む。はい、手配師っていうのは、現場に作業員を派遣する人らやねん。妊婦って言って日雇い労働者、日雇い労働者の仕事を手配する人。要するに販売とかに手配するとか、現場に紹介する人、ね。で、その手足が150人ぐらい登録、アイリンセンターの中で、外は300人も500人も出て配信は、フリーで、でも中っていうのは入られへんから、そこで150人のうち149人言うて、まあ、過言じゃないけど、全部そこ。なぜかって朝になったらみんな、今日はどこに住み入れた、あっちに住み入れた、自慢大会みたいな。指がないとかあるとか。そんな会話。朝の、5時にシャッターが開くから4時40分ぐらいにはみんな並んでるから、でシャッター開いたら5時からスタートや。あ、今日仕事が欲しい場合にそこに並ぶってことですか？そう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 、手配師もシャッターが開いてそこでバーッとやって、こう、場所どことか10日間契約とか、募集要項があるね。こんな映画する方がおもろいんやけどな、すごく。生々しくて。俺なんかもうそういうとこずっとやったから。アイリンセンターが自身がもう閉鎖したから。周りではやってるよ。車に張り紙してな。張り紙して、だいたい契約で行くね。日払いもあるけども、だいたい10日契約、15日契約で。な。で、1日、1万2千円とか言って。で、募集かける。ね、それって、どうなんですか？もしかして私が例えばなんか北海道でね、なんかこう身が追われることにあったとするじゃないですか。何かして。で、まあ逃げて、ただ思い出した西成のアイリンっていうところだったらうまく隠れるかもしれない、隠れられるかもしれないと思って行って、それで仕事が欲しいからってそこに並ん、まだあったとしてですよ。並んで仕事ももらえるような状況だったってわけですか？ 100%。でも履歴書いらんし、名前もいらんし、あ、そう、何にもなしで、体一本来たら、じゃあって言って、販売言って、人目は嫌やねん言ったら、ダムとか、山の中の建設工事ってあるわけやねん。そういうとこ行っとったら、だいたい半年間、販売暮らし。女性やったら女性で、まかないとか、食堂の方に回る、清掃とか、回るっていうね。そんなあります。いろんな業種が。女性もいるんだ。います、います。別に、性別年齢、片言の日本語でも関係ない。いや。どこです。すごい、私も今ね、映像が浮かんじゃって、その女性に例えば、小野町子がいたらいいんじゃないかとか、女性を誰並べようかなとか、この、役者の顔とか想像したりして、結構、とか今ちょっと考えて面白いですね。今度手配師いう本でも出そうかな。面白い。手配師いうか、やって、いわゆる妊婦出しで人材派遣の会社やってるときな。まあ、本音言うたら妊婦出しって言うんやけど、妊婦出しやってるときは、俺200人収容してて、毎月50人入れ替えんねん。1年間で600人。1年間600人やね。だ17年やったからもう1万人の人間は見てるわけや。そういう日雇い労働者。以上は見てるわけや。元裁判所の書記官から警察から教師から。なんで、落ちるとこまで落ちた指名手配の人間、刑務所から出た人間も関係なく、千差万別、誰でもええ、五体満足やったら働ける。なんで、そこに適材適所に、こう、現場に派遣する。仕事できるできへんいうのはだいたい一日見たらわかるから。もう最初の面接の時で、こいつは仕事できるできへんってわかるね。
まず手を見る、足を見る、地下足袋を見るとか、服装を見るとか、日焼け具合を見るとか、どこの現場行ってきたって、飛び、どこ、大工、鉄筋工とかな、うん。で、5分ぐらいでその人間をどういうとこに派遣するかをやってたわけ。そんなんをほんまに17年やってた。年中無休で。50人の入れ替えっていうのは、もうお前はいいやっていうってことですか？10日契約やから契約が終わんねん。うんうん、10日契約、15日契約ってやる。うん。それも日数と実働ってやるね。うん。実働いうのは実際と働いて10日。はい、はい。日数いうのはとにかく10日。うん。でも実働いうのはその間、休みが、雨が降ったりした休みやったら12日ぐらいかかるかな、実働やから。うん、うんうんうん。でも日数いうのは丸々10日やから、でも実際働けるのは8日とか9日やから、雨降ったりする。うん、うん。そういう契約をする。ね、でその中で今度食い抜きってあるね。食い抜きっていう、食い抜きいうのは食事付き、うん、1万円から食事代1800円抜くよって、うん、食い抜きで8000円募集しつんね、うん、で普通で9000円やけども、そら食い抜きの方が得やわなと、うんうん、そう、もういろんなシステムがある販売に入れて、だいたい9000円1万円で契約して10日間。で10日間仮にびっちり働いて9万円あんねやろ。うん。びっちり働いてやで。で、うん、それでやってんで、9万円の中から1日1800円、うん、布団代とか部屋代取るわけ。衛生管理で。うん。な、だ9000円から7000円が7200円手取りや、本人。うん。泊まるところも用意してるってことですね。半場ってあるね。宿泊場な。そう、半場って言うやつ、はいはい。あ、そこの仕組みも全部やってるんだ。やってたやつ、俺は。三段ベッド。で三段ベッド入れ、三段ベッド入れたときはな、うん、冬場は必ず喧嘩すんねん。真ん中が暖かいの？そう、真ん中暖かい。下のもんは寒い、上のもんは暑い言うて。ストーブ消したりつけたりするやん。な、喧嘩すんねん。その間に3階のやつが、ほら、ネーションベッド入れたら下に行くやん。やだー。で、真ん中なんかズブズブなんねん。で真ん中のやつがネションベン、ようネーションベンすんねん。本当ですか？そう。で布団代1万円取んねん。ネーションベンしたら。当然、ね、うん、大人のあのネーションベンって量が半端じゃないもん。大変ですよ。一生日1本ぐらいあるの。うん。だもうションベンにまみれたら布団臭いから、布団代1万円って取るわけ、ネーションベンしたら。はいはい。だからまた隠すやつがおんねん。面白いの？でも聞いただけですごいストーリーがいっぱいあるじゃないですか。ある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 は。今度したためて書いたろうかな、手配師。これちょっと映画にするっていうのはどうですかね。そういいよいいよ。いっぱいある。俺は17年やってシステムみんな分かってて、まあ面白かった。でネション弁を隠すんだ。隠すおっちゃんもおるわけや。布団巻くた後にやっぱり板が濡れてるやん。おっさん、お前の布団やろとか言ってな。バレたかいうような感じで。で、1枚取られるから。そうや思ったら、ほら、4人か5人入る風呂やから、男ばっかり思うやろ。だからそこに、うん、まあ、今で言う LGBT のゲイがおるわけや。ああ。もう、風呂の中でやってるわけや。うん。なら、俺とって、社長、なんか、風呂の中で喧嘩してる言うから。うん。大声上げる。俺見に行ったら、俺も二人でこうやってるとかよ。うん。もういろんなことがあったよ。いや、いっぱいエピソードあるで、一番稼ぎ頭は、うん、もう時効やから喋るけども、一番稼ぎ頭は、うん、ちょっと知能遅れてる子がおるわけやね。知能が遅れてる人。稼ぎ頭なんですね。うん。うん、ちょ、IQ 低い子ね。昔で言うたら。うんうん、でもええ年やねん、もう30、40やけども、はいはい、そういう人らってどこも雇ってくれへんや、うん、要するに ADHD じゃないねん、もっとなんかしてんねん、うんうん、はいはい、そういう人らほど俺雇うねん、うん、世間で雇ってくれへんとこと雇うねん、すごい、3人おってじゃないですか、うん、3人おって、3人当時3人いたんだ、そうそうそう、うん、まあ名前出してもいいやろうな、うん、忘れもせえへん、すごい、うん、で3人おって、
例えば造成してるとこって造成地ってただっぴろいやん、うん、造成してるとこそこに、うん、側溝って溝を作んねん、はい、溝ね。で、溝が延々何キロもあるわけや。こう、くねくねくね。で、そこにコンクリートがこぼれてんねん。コンクリートがこびりついてんねん。ところどころに、はいはい。そういうのを、こんな、お好みの。わかるわかる。コテみたいなんで、あれで取っていかなあかんねん、ずっと。はいはいはい。そういう仕事は、この人らがプロやねん。なんか。舐めるように、舐めるように取るんですよ。はあ、真面目にきっちりやり続けて。真面目にやんねん。炎天下だろうか。こっからやれた延長2キロでも。でも、普通の賢い人はもう手抜くわけ。こんなやってられんから腰は痛いしが。うん、で、こういう人らは黙々とやんねん。だすごい評判がやんねん、評判が。で、ニット法はほんまに1万5000円もらうわけ、俺は。うん、うん。その人らに言ったら、ちょっともう、昔の悪な時やで、俺。利用事項ですから、ね。悪な時あえて言ってな、うん。その人らには3000円しかやれん。すごいわ、もうちょっと上げてるかと思ったけど。でも違う違う、あの当時分かる分かる、1ヶ月働いても5万円どこも来れへんかった時代や。分かる分かる。俺は9万ぐらいやっちゃうのよ。うん。ほら3000円やけど。毎日来るから、うん、3000円超手当ですけど3500円やってたのかな。まあでも、でも舐めるように仕事して、うんうんうん、なそういうこと、単調なこと、そんなもうずっと俺使ってた。いやでもね、これはある意味ウィンウィンですよね。そうそうそう。本当にウィンウィンですよ。うん。彼らにその辺な、ほら、解禁書つけたり、日当3500円でも解禁書つけたり、努力賞とかよ。なんか、運動会みたいな、努力賞言うたら喜ぶね。ほんで、給料日に、全部千円札やんねん。あ、いや、喜ぶね。喜ぶよ。だから、給料日に、ほら、千円札で50万あんねんやから。50万。うん、もうすごい、もうほら、膨らんでるわけや。うん。なんで言うたら、やっても、もうその日に使っちゃうねん。何に使っちゃうの？周りみんな1000円やんねん。いい人なんだよね。そう。いやいや、みんな褒めるから。ありがとうって。そう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 。1000円やったり、俺特にこんな植木を買ってきたりすんねん。社長言うて。だから、全部なくなる。うん、で、親に言ったらいいんですと、うんうん、まず毎日働いてくれることがありがたいんですと、うん、あ、そう言って、で、その間に雨で、うん、ほら、梅雨になったら休みやろ、だ家で暴れるやん、それ、家で暴れるんだよ、その息子が、30ぐらいの息子が、はい、な、で、俺と電話があってね、社長さん、言って、で、俺が電話があって、うん、ちょっと当時からこんなで大きい受話器で。うん、そいつの名前言ってな、お前、何してねえ言うたら、ピシャーっと止まんねん、暴力が。今から行くぞ言うて、ピシャーっと止まんねん。社長さん、ありがとうございます。ほんま、そんなんやって。でも、社長さんのことを信頼してるし、こう、なんか、兄貴としても信頼してるし、だから言うことも聞くし、世界一怖い。な、でも、ちゃんと僕を認めてくれる。うん、優しい。なんで、もう、間違ったことしたら、もう、ね、もう、噴火するみたいと思ってるから、ピタッと止まんねん。それが家帰ったら、暴れて親に暴力振るねん。で、親が、また電話かかってくるねん。で、俺が、ガッって言ったら、だいたい一週間ぐらい止まってんねん。社長に言うよって言うから。で、だいたい一週間でも記憶薄れるから、また、茶碗割ったり、親を後ろからどつだすって、で、社長さえて俺が、バーッと言うわけ。苦笑いみたいなやつと、フランキーみたいなやつが二人よね。もう、シャドーボクシングや、酔っ払ってても。酔っ払っててもシャドーボクシング。